ようございます。こうなんです。ちょっと外風冷たいですね。こういう時ですね、部屋でちょっと気持ちを整理する上でシートをちょっと一つ作りました。皆さんこう一日の流れとかやりたい時とか、まあ、ちょっとスケッチも私の場合は含めてですけども、いろいろ、試してみました。例えば iPhone でチェックをしたり、また MacBook でチェックをしたり、システム手帳でチェックをしたり、どうもですね、カチッとかですね、一つちょっと安価なもので、ね、シートを作って、自分で Mac で作った欄、それをですね今最近使ってます。ちょっとそれにハマってますので、そちらを紹介したいと思います。ではスタート。はい、今回はですね本当に安価なものでちょっと作ってみました。全体をちょっと開けてみましょうか。実はですねこういうアスクルとかタノメールとかで売っている紙のファイルなんですね。これが実は見開きにすると A3 サイズですね。そしてこう折るとファイルになるんですね。こちらはですね、そしてこの留め金具がまた別で売っています。非常に安いです。まあ、ちょっとシール状になっていますので取れませんが、この穴はですねこことかこことかこちらとか開いてますので自由にセットできるんですね。でこの A4 をですねカットしてこういう板状にしました。それに自分で作った合成したマウスですね、こちらを作ってですねいろいろ試してるんですけども、ただこれをこちらにセットするだけです。この金具をですね立ち上げて二血ペンパンチですね開けてこれをセットして折り曲げるだけの簡単なものですね。これでもう完成です。そして増やす場合はまたこれを立ち上げて入れてまたこれを折り曲げると、どうでしょうか。非常にシンプルで机の上にペタッと置けるのでいいかなと。できるだけまあ枚数は少ない方が私は心地いいかなと思ったんですね。もうすぐに、これコピー用紙なのですぐに活用できるかと思います。このページはですねスケッチと書いてます。そしてもう一つはスケジュールと表記してみますね。こういう感じ。こちらにですね、チェック欄、そして何か案件欄、そしてこっちは自由に書けるスペースになっていますね。今ちょっとこのペンを非常に気に入っていまして使ってます。例えば、もう一つのスケジュール欄ではこちらにですね物件名が来ます。でいくつかの項目でこう分かれるようにしています。例えばダウンライト選択とか、外部ブラケットとか、また違う案件、その時はこの1行を開けて捨てたとか、また一行開けて、
たまにこうして三角して1月の31までに項目ですね、どん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 こう足していくんですね。そうするとリストが出来上がって各チェック項目ができて時系列で確認ができる。そして終わったものはチェックという形で、今この紙面がですね非常に心地いいサイズ感とフラット感ですね。本当にこの A4 のサイズで数枚をセットして持ち上げます。何かこうさっと、まあ、例えばカフェって最近よく行くんですが机が小さいですよね。 Mac を置いて iPhone を置くと結構いっぱいになります。もちろんコーヒーもあります。その時にですねゴツゴツしたノートとか手帳ではなしにこういった薄いですねシート状のものをさっとはめ込んで、例えばこの上に MacBook を置いても問題ないような形でセットできるというところが非常にカチッと感が生まれます。例えばマックを持ってきましたが、マックの下にシートを滑り込ませても非常にコンパクトにできますし、お客様の前でもマックを見ながら書き留めたりもできます。こういったこれがですね、まあ、手帳とか厚いノートですとこのマックの下に潜り込ませることができませんので、結局マックを避けて、配置するとどん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 スペースが大きくなりますので、あまり快適じゃないですね。こういった薄いシートですと中に潜り込ませて書き留めることができる。非常に気持ちいいですね。またマックの上に置いて処理見ながらお客様に説明したり、マックの閉じて スケッチなどを説明したりできますね。こういった感じですね。非常にまあ使い勝手がこう手帳とかノートスケッチブックではないので自由に使えますね。そして私の場合は現場とか持っていくのにも非常に軽快でいいです。これがこちらのベースがですね樹脂ですと結構ゴツゴツ感とかこちらに傷が入ったりとかいろんな、まあ、トラブルが発生するかと思うんですけど、これは洋紙ですし結局まあこの手軽さ安価さがラフに使える心地よさかなとは思います。そして他は例えば Mac のケースで自分がデザインしたレザーケースに入れながらこちらのシートも一緒に入れることで非常にシンプルな
持ち運びもできますね。そしてお客さんに出す時にもこのようにスーッと出してですね、表現するとまたいいかもしれません。あるいはマックを出さずにこのまま書くこともスマートな形かなと思います。はい、どうでしょうか。非常に軽くて手軽 でラフで、しかも安価。こちらのシートですね、自由にちょっといろいろ作ってみたいなと思います。以前もですね、こういう、まあ、シートをですねシステム手帳で作ったりしたんですけども、何かこうカチッとしませんでした。で今回ですね、まあ、このサイズ感とかですね、非常にこう老いた感覚心地よくて、まあ、チェックしやすいのも含めて使ってます。もちろんこう MacBook でこうやったり iPad でチェックしたりするんですけども、やはりこういうアナログというものはなかなかいいんではないかなと思います。皆さんもですね、いろんなチェック項目があるかと思うんですけども、試してみてください。もしこの動画が良かったという方は、いいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。